理解をしっかりすすることですねベストセラーはね <laughs> もうねほとんどはっきり言って意味がないですねえっとねどんなに売れても本は半年後には人の記憶から消えるうんまああの例えばすごく有名な一世風靡した本とかあるじゃないですかでもあれ実は半年後にはほぼ人の記憶から消えるって考えたら 本を書くことが目的ではなくて、もちろんそのヒットすることは悪いことではないんだけど、そのヒットしたときに何を準備しておくかってことも、すごく重要なんですね。ーはい、で、B2B で物を売ろうと思ったときに、その本で儲けるわけでもないし、はい、本で有名になる必要もあまりないでしょ、はい、例えばそのこの人なんかはコンサルティングとか、ホームページの制作をしてるわけでしょ、はい、例えばホームページの制作を一件300万で取るって考えたら、一冊で300万売れるかもしれないでしょ。 考えたたらここのの本を出すととによってななるべくその読者のとのコンタクトが取りいいじゃないだからホームページで何らかの形でアドレスを落とすとかねそして見込み客のフォローをしながらトータルで例えば100件ホームページ売れたとしたら本なんか売るよりもよっぽどいいでしょっていうふうにバックヤードのなんかツールを持っとかないとあの本が例えば30万部とか50万部売れてもあまり意味をなさないっていうことをみんな分かってないときつい。